どうも、ベルです。パズカやっていきたいと思います。ハイハンツアップアップデートがやってまいりました。そちらを見ていきたいと思います。そして皆様、レムリア水産高校の作者でお疲れ様でした。まあ自分のメインアカウントは213位。で、サブアカウントは1000位台となっております。まあちょっとね、時間がなかったのもありまして、なかなか取り組めなかったかなという状態でございます。また次のね、作者では頑張りたいと思っております。はい、そしてアップデート内容なんですけども、新しいイベントが、まあ、1個だけ来ておりますね。スタジアムポーカー。まあ、これはね、いつも通りのポーカーのスタジアムイベントとなっておりますので、説明は簡単にさせていただきます。まあ、開催期間が6月14日から6月18日金曜日の13時59分前でございまして、まあ、スタジアムをやって、ポーカーをしましょうという感じです。まあ、3回、引くチャンスがありまして、2枚、2枚、1枚と引くんですけども、それで交換をしつつやっていって、まあ、ポーカーの役を揃えようという形でございます。うん。ストレートフラッシュ、フォーカード、フルハウス、フラッシュ、ストレート、スリーカード、ツーペア、ワンペア、ブタと。で、あとは、ロイヤルストレートフラッシュなどがありますんで、まあ、皆さん頑張って目指してみてください。まあ、自分は、5カードは1回か何回かあるのかな ?5 カードは何回かありますが、うん。このロイヤルストレートフラッシュは一度もないんで、まあ一回ちょっとやってみたいなという感じはしております。はい、そして新しいガチャが来ております。オフェンスセレクションガチャ。まあね、レムリア水産高校が特にまあトップ下が強いと。まあボランチはね、作れるけどもそこまで強くない。まあトップ下が強くなっておりますので、オフェンスセレクションというガチャが来ております。なぜここに滝峰を出した?違うだろう。もう、滝峰はね、出て何年経つ ?2 年以上経つんじゃないかな。2年、もうそろそろね、1年半わかんないけど、うん。ちょっとさすがに時代遅れではないのかなと思ってしまいました。まあ、プリンスユーがね、かなり、ね、レムリア水産高校で強い。というか、必須級。うん。まあ、進むくんでもいいんですけども、結局やっぱりオフェンステクニックのでかいタック踏みたいということで、まあ、ユーくんが強いんですよ。うん。なので、まあ欲しい方もいるかもしれませんが、このガチャは無課金、未課金はスルーしましょう。まあ課金者はね、プリンスユー狙うために引くのもありかもしれません。まあ SR のね、母体だけ持ってれば、常設のユーくんいます。なのでその PR でも解放はできますんで、まあ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 、悪くないのかなという状態でございます。でも、ね、滝峰がちょっと残念ですね。で、このガチャの内容としましては、2回目、4回目がピックアップ 20% の SR 上確定。で、3回目がピックアップ EV キャラから SR 上確定。で、5回目がピックアップ 20% の SR 50%、PSR 50%。で、6回目が選択チケットとなっております。で、7回目以降何もないので、まあ、そうだな。まあ、ゆうくん欲しい方は引いてもいいけど、まあ、無課金、未課金はやめてください。まあ、課金者のみとしてください。で、こちらのガチャがね、6月28日月曜日13時59分前となっております。まあ、このアップデートが、ライメの切れ目となっております。で、ここのライメの切れ目で、おそらくですが、まあ、週休祭が来ると思うんですよね。で、そろそろ夏が来ますので、うん。まあ、イベキャラの投票が来るのかなと自分は思っております。うん。この時期にいつも投票がありまして、まあ人気キャラ。まあ去年だったらゴーダくんか。ゴーダくんと誰だっけ?女キャラ誰だっけ?シルフだっけ?まあそんな感じで、人気キャラ当てて、人気キャラがで、当選されまして、うん、新キャラとなっております。別バージョンとなります。で、あとそれプラスキリンも、確か選ばれましたね。まあそこで実装が確定しておりますので、今年もなんかね、いい人気キャラが出てくれるといいかなと思っております。まあそれ以上に、もうそろそろ、廃止停止をかなり出してほしい。もう正直、50体ぐらいね、常設のキャラもう使えない、もう明らかに、まあ使えないって言ったらあれなんですけども、明らかにもう初期キャラとかは、もう、ちょっとね、うん、いらないかなと。もうちょっと出さなくていいのかなと思っております。なので、できれば、もう、ね、50キャラぐらいやめていただきたい。限定キャラを出しつつ、常設キャラは減らしていってほしいです。まあ、ゆうくんとかね、先ほども言いましたが、常設キャラで出るようになっている。まあ、その辺を削られてしまうと、解放が進まないっていうのもあるのですが、英断の方よろしくお願いします。そろそろ、非常設を増やしてほしいです。まあ、自分はね、ちなみにネタ回としまして、
非常設の PSR10% チケットを8枚貯めました。まあ、これ10枚集まればネタで引こうかなと思ってますんで、そのタイミングで人気投票、買いキャラ、この辺が出てくれると、まあ、数がね、増えてくれると楽しいかなと思いますんで、できればそれもしていただきたいです。今現状出ないキャラとしましては、ダイモン、騎士、シシド、で、山田村、ジェネシス小林、ジェネシス小林もう出ないんだ。で、花畑、パクン、清道、キモイケ、大田区、大田区、大田区。で、遠い、やめみち、花岡で、しげの、あつかわ、あたがわか。まあ、こんな感じとなっております。もうちょっとね、このキャラたちを増やしてほしい。自分的にはそれを祈っております。で、ついでにあれなんですけども、自分のスタメンがいつの間にか9万2000超えてました。9万2000超えたんですけども、結局まだ、まだ、眠りやすい三高校のキャラは出てきておりません。まあ、このサブのところに眠りやすいさんは入ってきました。入ってきたんですけども、現状やっぱりね、トップ下、南葛高校。ボランチ、南葛高校。で、サイドハーフ、アスレディス高校。という形になっています。まあ、レムリア水産高校ね、トップ下ならば、可能性はあると思います。XS6 とか出してる人いたよね、確か。6とか出してる人がいましたので、可能性はあるんですよ。でもなかなかハマってくれない。またね、そういうね、神回出していきたいなと。一瞬ね、暫定1位にはなったんですけど、一瞬で抜かされてしまったんで、またその辺更新目指していきたいと思っております。まあ、結局のところ、まあ、ボランチはね、もうレムリア水産ではちょっときついかなと思ってます。まあ、その理由としましては、なんだろうな、まあ、テクニックの上限キャラが、オンダ以外がもうちょっと使いづらい。まあ、ボランチならば、小野伸二、中村俊介、で、あとミランダ。ミランダはテクニックにはまらないんで、ちょっと使いづらいし、中村俊介は、ちょっと前線の、まあ、筋力となってまして、小野伸二は、まさかまさかのベルベットパスが、高校筋力となってしまったんで、その辺がもう使いづらくなっております。まあ、それも含めまして、まあ、なかなか、南葛高校は超えれないのかなと思っております。まあ、メイムとかを固めて、まあ、オフェンス、ね、固めで行くのもありかもしれません。メイム、ユー、シャビ、あと誰だ？あとは、あれ、テンスラコラボのディアブロか。まあ、その辺があれば、オフェンス4固め、可能だと思います。まあ、それで頑張ればね、ある程度伸びるとは思うんですけども、なかなか自分はまだ現状伸ばせておりません。特に、スマイルしか持ってない方。まあ、スマイルしか持ってない方は、もう、おとなしく、ボランチは軟活で作った方がいいと思います。なかなかね、テクニックのみで、デッキ組むの結構しんどいです。眠りやすい三高校結構しんどくなっておりますので、まあ、スマイルしか持ってない方は軟活高校をやりましょう。で、もうサイドハーフはもうアスレですね。まあ、結局、上限が違うんで。この上限がね、テクニック、スピードの上限がやっぱ違ってきてますので、まあ、現状、アスレティス高校一択なのかなと思ってしまっております。まあ、あとは、まあ、東方であったり、ギガント学園高校であったり、先人の高校だと思いますので、皆さん頑張ってやってみてください。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。